センターのみんなこんばんは。スクラブロック職員のちゃんこです。毎週火曜日 YouTube チャンネルとニコニコ動画にて更新されるボカロロックス、4年のボカロソングをクリアされるボカロ大好き職員である僕ちゃんこがボカロ P を呼びしてボカロ魅力を聞いていきます。昨日ですね、ボーカルドコレクション2023夏が終わりまして、参加された皆さんお疲れ様でした。ちょっとこれまでボカロロックスに来てくれた、ね、ゲストのボカロ P さんたちも多分いろんな曲を投稿したんじゃないかななんて思いますが、それをちょっと集会するのをね楽しみにしております。あとですね、全然あの流れと関係ないですけど、今日はちゃんこ先生誕生日です。ありがとうございます。ありがとうございます。まさかのまだ登場前の一ノ瀬ルポ先生もおめでとうございますって言ってくれました。はい、ちょっとだいぶ生徒のみんなよりは年上ですけど、まだまだボカロを僕もね楽しんでいきたいなと思います。ということで今日も始めていきましょう。スクールロックアテンションエブリワンボカロロックそんなことはないか。天候に絡まるアイデアとアイデアが波に乗って侵略中、毎時毎分毎秒誰かが一撃を体食らったり、踊れる時に踊っとけ、常に叫べる時に叫んどけ、僕は朝のものと続く。なんか楽しくなってきた、なんか楽しくなっちゃった、楽しけれ言っても見せないか、あるならあるに越したことない。なんか楽しくなってきた、なんか楽しくなっちゃった、これネタ曲って言っていいんですかね、ちょっとわからないんですけど、もうネタ曲ですよね。こんな詰め込んでるし、そもそもバカ通信って曲なんですけど、ボーカロイドがあの知性っていう時点で、あのなんその知性とバカをこうね、こうかけてる感じなんでしょうけど、面白い曲ですね。なんかあの MV もね、いろんなネタ詰まってますよ。このネットミームの巣窟みたいな MV になってるんで、ぜひちょっと見てほしいなと思います。これすごいあのこういうの好きな人はねめちゃめちゃ楽しめる曲かなと思います。ということで磯之助で、バカ通信でした。さてこのボカロロックスは毎回ボカロ P をゲストにお迎えしていきます。今回もこのボカロ P にお越しいただきました。はい、ボカロ P の一ノ瀬ルポです。よろしくお願いします。先ほど誕生日祝っていただきたい。ありがとうございます。おめでとうございます。はい、ということで今週はですね、一ノ瀬ルポさんに、先生に具体的に曲作りに関してのお話を伺っていきたいと思うんですけど、はい、まあ、そもそも楽曲ってこう、まあ、ボーカル作曲ソフトで作ってボーカルで声を入れてっていう感じだと思うんですけど、最初はこうどういう、それこそエレクトーン習ってたって言ってたんで、ピアノかなとかですか？そうですね、本当の一番最初はまず曲のテーマを考えますよね、うん、なんか星がテーマだったり宇宙がテーマだったり、はいはいはい、アイドルがテーマだったりとか、うん、まあ、そういったところを決めて、じゃあこういう曲作ろうって言ったらジャンルが大体決まってくると思うので。そうなんですね。そうですよね。なのでジャンルが決まったらもうすぐピアノで、うん、まあ、大体リズムトラックから順番に打ち込んでって、はいはいはい、だからあの作曲から始めるんじゃなくて編曲から始めてる形ですよね。外側から決めていく感じなんですね、はい、まあ、曲の雰囲気から決めてって、ね、っていう感じなんだ、はい、なるほど。まあ、それこそね、先週のスマイルでスマイルとかはそのニコニコ超会議のテーマソングを狙っている部分もあったから、はい、そういうそのフェス感というかのもあって、そういう作っていったってことですね、はい、そうですね。なるほどなるほど。じゃあなんかあの普段なんか生活してる中で降りてくるとかそういう感じではないんですね。ないです、全く降りてきません僕。もうじゃあもう向き合って今日はこれを作ろうって降りてくるって感じですね、はいはい、そうですね。もう顔洗って、なるほどなるほど、一回窓開けて換気してパソコンつけてやるかって言ってすごい重たい腰を上げてパソコンの前に座ります。パソコンと向き合うタイプの、はい、そうですね。それでやっぱり何時間もこう向き合ってなんかいいの浮かばないなっていう日もあるんですか？いやもうほとんどですよ、8割が思い浮かばない日なんですよ。そうなんですね、はい、それこそね、さっき言ったけど側はなんとなくできてるけど、主戦の大事なこのサビのメロディーが出てこないみたいな、そういうのもあるんですね。もう全く出てこなくて、もう本当に僕は鍵盤上と鼻歌で作っていくんですけど、うん、もう思い浮かばないときは本当に鍵盤を何回も何回もこう録音、同じサビのフレーズだけをもう100回以上はします。もう100回どころじゃないかもしれない、もう本当にずっと弾いてる感じ、ずっと弾いて弾いて
でそのニアピンみたいな近いところをこう徐々にこう探っていく感じでやってって、ここかなっていうのをやるんですけど、次の日朝起きたら全然ダメじゃんこれみたいなあるんですよ。深夜テンションで作っちゃったみたいなやつもあるんですよ。やっぱり聞き直すんですね、そういうのちゃんと聞き直します。その場で作ってそのまま出しちゃったら最悪なので、ちゃんと次の日の朝にリセットしていきたいですね。それはでも偉いっすね。僕らの作家業界はそのまま深夜テンションで作ってそのまま送っちゃいますからね。それがいい時もありますからね。なるほど、はい、ちょっと今日はですね、 SNS にかけたそのスマイルとスマイル、そして願い星という曲の制作画面を持ってきていただいたので、はい、ちょっとそちらのお話解説していただきたいんですけど、はい、まずはこの何ですかね、全体像というんですかね。はい、これスマイルとスマイルの全体像ですが、はい、カラフルな感じでこう組み立ててはいるんですけど、音がいっぱいありますね。はい、これは本当に僕上から順番に作ってた形で、上がリズムトラックで徐々にこうキックが入ってきたりとか、はい、入って、で次ピアノトラックがあるんですけど、はいはいはい、ここでコードを決めたんですよね僕多分。はい、へえ、面白いですね。そうですね、まあ、それこそ側から本当に作ってった感じですね。本当に側から作っていってます。だからどん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 下降りていって、でギターが入ってきたり、はいはい、でまあちょっと味付けのインパクトみたいな音が入ってきたりして、うんうんうん、ようやく下でリンちゃんとかが出てくる、メロストリングスも出てきてとか、ね、そうです、ストリングスが出て、でちょっと灰色になってる、これが僕がいろんなメロを考えた後ですね。あー、なるほど、はい、いろんなテイクがあって、このメロでいこうか、やっぱやめようかをいろいろ重ねて、これだけやって、うん、ようやくメロができて、ボーカルって37曲コミにありますもんね。そうですね。だいぶ遅いですもんね、なんかね、はい、全然出てこなかったですね、この時は、はい、BGM だけ先にできてたっていう状態ですもんね、はい、インストだけ、ね、インストだけできてきましたね。面白いですね。で、できてってとか、まあ、横軸に関してはまあサビがあってイントロがあってとかっていう形ですけど、はいはいはい、まあ、見ての通りやっぱサビで大きくトラックが、うん、重なってって形ですよね、うん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 、で1回落ちてとかでサビあって、うん、また落ちサビとか C メロとかになってくると、またガラッとこう、ね、はいはい、トラック数が減って、ちょっとあのウォーっていうトラックが何個もあるのが面白いんですか。そう、これ実は言いたかったんですけど、はい、あのスマイルとスマイル合唱してるところ、はいはい、最初僕ウォーウォーウォーイエイエイエイって言ってたんですよ。それでウォーなんですか。そう、ウォーっていうトラックが、ウォーイエーっていうトラックがあるんですけど、僕これウォーイエーのトラックありますね。あ、そうそう、僕これでもスーパーで買い物してるときにウォーイエーじゃダメじゃねって思ったんですよ。ウォーイエー歌っても絶対楽しくないじゃんと思って、はいはいはい、これさ合唱するんだったらなんか歌詞、簡単な歌詞をこうシンガロングした方がいいよねっていうので、タイトルコールかなって思ったんですよね。あ、なるほど。で、まあ、はい、お客さんと合唱するような場所ですもんね。そうです、なのでウォーウォーイエーじゃコール&レスポンスっぽいので、どっちかっていうとあのシンワロングをしたいなと思ったんで、うんうんうん、じゃあスマイルとスマイルのフレーズをずっと歌い続けようと思って、はい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 、結構僕はこれの投稿3日前とかにこれに変えましたね。すごいっすね。だからずっとウォーイエーが残ってる。なるほど。だそれも残りつつの、はい、でそこからね、だってカイトメイコールカっていうのも入ってますもんね。はい、それがこの次の部分になるんですか。はい、次のこちらの画面なんですけど、この色で分かりますよね。はい、あのリンちゃん応援隊のトラックです。ここは、はい、上からカイト先生、メイコールカ、はい、ミク、レンでこう色分けをしてやってるんですけど、これ、うん、波形、まあ波形見て誰が誰かなんて、まあ到底分かんないと思うんですけど。そうですね。あのこの波形実はちょっとずつ個性を出しつつ、うん、あのカイトがちょっと走ったりしてる。確かにスタートの位置が違いますね。そう、男組がちょっと走らせてるんですよね。なんか変えてんだ微妙に。そうっていうので、それぞれの個性と、あとボカロってすごいやっぱり上手に歌っちゃうので、うん、ぴったり重ねるとうまくいかないんですよ。あ、逆にあえてそう人間味を出すようなちょっと個性を一個ずつ出す。だって女子チームもメイコ姉さんの方が早いですもんね。そうそうです、ね、そうなんです。ちょっとこうなんていうんだろう、走ってる人がいたりとか遅れてる人がいたり、ミクってやっぱり落ち着いてるよねっていう部分があって、うん、確かにブレが少ないかもミクは。そうなんですよ、面白い。なのでちょっとこう個性を作ることで、なんかみんなの大合唱っていう雰囲気を出せるっていうのが、面白いですね。ちょっとこれあのボカロ P の人みんなに教えてあげたいチップスです。なるほど。しかもこのねクリプトンのメインファミリーというか、はい、最初の初期面というか。そうなんです。それがなんかエモいですよね。そうなんです。僕もう絶対これで合唱してほしいなっていうのは、まあこの曲を作る前から構想としてはあったので、な大合唱するんだったらクリプトンズで、名前はリンちゃん応援隊でやってもらおうかなっていう。リンちゃん応援隊じゃないです、はい、あくまでリンがメインでは、ね、そうですね、主人公は、ね、そうですね、リンをメインにしたかったので。面白いですね、はい、そして、続いてが、はい、そんなリンの、そうですね、あのこのトラックにリンがいなかった理由としては、うん、まあ、メインボーカルなのでリンは、ピアプロスタジオの中で動いていただいてまして、はい、僕はそうですね、このリンの調整っていうと、あのよくみんなケロケロしてて、うん、あのリンのなんて言うんだろう、あのボカロの黎明期の声がするって言われてるんですけど、うんうん、まあ、これあのよく使われてる
あのボカロ P さんも多くて KZ さんとかもね、うん、あのミクの声でケロケロさせたりとかっていう部分で、はいはい、使われてるオートチューンっていうのを、まあ、僕はリンで使っててっていう部分に、まあ、僕の個性を持たせてるっていう部分ですね、うん、本当にこれを通すことでようやく一ノ瀬ルポのリンになるかなっていう形ですね。まあ、一ノ先生のこだわりの部分なんですね、そこはね、はい、そうですね、一番ここはこだわってるので、これを通さないで世の中に出す曲はないんじゃないかなって僕は思ってます、ね。まあ、特にリンの曲に関しては全部そうですよ ね、 そうですね、はい、なるほど。そんなねスマイルってスマイルでございました、はい、ちょっと改めてこれを見てから曲聴きたい場合は、あの先週の分をもう一回聴いていただけるとね、はい、曲聴けるんで、それで、ね、ちょっと確認していただきたいなと思いますが、はい、さあ続いてですね、今日は願い星のお話も聞いていくんですが、はい、こちらもね全体像からですけど、はい、まずこれあの星をテーマにした、はい、楽曲になってて、まあ七夕の時期とかにそのなんか人ってその星に何か願い事をすることがよくあるじゃないですか、流れ星とか。でも星ってすごく遠いところにあるもので、もうそれは過去の昔のもう今はないかもしれない星に対してこう願い事をするってなんかすごい儚いというか、なんかそういった部分を曲にしたいなっていう、まずテーマから決まってったっていう曲なんですけど、まあこれも全体像見てもらって分かる通り、まあ、キックから打ち込んでたんですよね僕最初キックなんだと思いましたそうそう、なんでかっていうとこの曲ドラムベースなんですよ、うんうんうん、ドラムベースってズンチャンズチャンっていう、はいはいはい、あの四つ打ちじゃないちょっと複雑なリズムなので、先にその基礎となるベースを打たないと曲にならないっていうのですごいっすね、なんかドラムやってる作曲家さんみたいな作り方、ね、ある意味ねそう、でもまあ僕みたいなエレクトロのジャンルを作る人は、まあ、そういったそのジャンルによってのリズムっていう決まりが結構あるので、うん、まあ、そこをまず組み立てなきゃなという形で打っていって、まあこう徐々に見ていくと、あっという間に下まで行くともうあのボーカルとかボーカロイドっていうトラックが出てくるんですよね、はいはい、ってことはもう全然スマイルとスマイルに比べたらトラックスは全然少ないっていう、だってさっきのスマイルとスマイルは37個目でやっとメインのね、はい、あのコーラスっていうかメインボーカルが出てましたけど、はい、これ36で完成してますもんね。そうなんです、なのでもう意外とさっくりと完成してるというか、まあ、この頃の僕ってあまり音を重ねなかったんですよね。願い星作った時って2、3年前でしたっけ。2、3年前ですね、本当に2021年入った春ぐらいとかに投稿してると思うんですけど、これもボカコレ曲だったかな、うんうんうん、なんですけど、まあ、あの全然トラック数を重ねないこの頃は、別にあの重ねればいいってもんじゃないと思うんで、ね、そうですね、それはそうだと思うんで、あるんですけど、まあ なんといってもまずそのボカロも リン一本なので、はいはい、まあトラックの節約だし、うんうん、この曲に関してだけ言うと降りてきたんですよ、メロディーが、メロディーを重ねてない部分があって、じゃあこれテーマ決める前からもうメロディー浮かんでたってことですか。そうですね、なんか光の速さ超えてっていうリズムいいなって、なるほどなるほど、歌詞とあって、でもなんかその本当の主旋律のメロは一回書き直してて、僕は一緒に活動してるイルカエスっていうボカロ P がいるんですけど、最初にそのテイクを聞かせたんですよね。その時にいやなんか一ノ瀬ルポのメロディっぽくないよって言われたんですよ、え本当みたいな、あれ違うかなと思って、ですぐもう一回書き直す、全部消したんですよメロディ、すごい、もう残すこともしなくていいやと思って全部消したら光の速さ超えてっていうのが降ってきたっていう形でした。ちょっとその一行の曲も聞いてみたいですけどね、もう消しましたもったいないけどなんか使えそうなのその一行も ね、そしてじゃ続いての画面見ていきましょうか、はい、そうですね、これでカットアップ、ボーカルカットアップっていう部分でそのイントロから始まって、そのまあイントロの盛り上がってる部分のところで、ボーカロイドを楽器のように使う手法なんですね、はいはいはい、でこれどうやってやってるかっていうと、サビのメロディーをもうこの画面で見て分かる通りすごく細かく切るんですよ。確かにこれ8分音符ずつにこうあのサビメロを切って、うんうんうん、さらにその2枚目の画像のようにこれで、もうだってオルゴールみたいになってますもんね。そういうことです、ピアノロールっていう画面が下に出てると思うんですけど、うん、さこれ順番に階段状に並べるとサビメロを歌うんですけど、うんうん、それをこのようにバラバラにやったりあのリピートしたり、うん、っていうことをするとなんかそのボカロがこの楽器のように歌うというか、まあフレーズを再構成しているというか、まあそういった形でやる手法で、まあエレクトロの楽曲とかでよく使う手法なんですよね、なるほどっていう形で作ってます。じゃあちょっと改めてこの曲聴いてみましょうか。はい、光の速さ持っていて
YouTube の方で動画もね MV の方を見ながらだったんですけど、これそもそも一橋先生が動画の方も作ってるんですね。はい、そうなんです。僕が動画も作って、その流れ星が流れるようなモーションをつけた動画になって、めちゃめちゃおしゃれな感じに作ってますけど、はい、スペシャルサンクスのところにちゃんとさっき名前を出していただいた井川さんの名前も入ってますね、はい、メロディを書いてこのメロを振ってきたきっかけをくれたと言っても過言ではないので、逆にこういうのもなんか粋な感じがしますね。はい、ということでなんと2週目もおしまいの時間でございます。来週はですね、生徒の方と、逆転していきたいと思いますので、電話一緒にねお付き合いいただければと思います。さあ、そしてここでボカロロックスからお知らせです。9月1日から4日に、歌ってみたコレクションが開催されます。ぜひご参加ください。続いて、毎週配信中のこのボカロロックスはボカコレアプリでも聞くことができます。アプリストアでボカコレで検索してチェック。ボカコレアプリでは一般会員もバックグラウンド再生が可能となっております。移動中や作業 BGM に最適です。さあ、そして本日のエンディングテーマは歌ってみたコレクションからゆうきさんが歌うザムザという曲を聴いてもらっています。これテニオハ先生の楽曲になってまして、歌うのなんか難しそうな曲なのにこう軽々と歌っている感じがしますね。こちら歌これ2023春にね参加してた作品ということで、ぜひね来月開催します9月の歌ってみたコレクションも、参加していただきたいなって思います。それではまた来週の火曜日にお会いしましょう。お相手はスクールブロック職員のちゃんことゲストボカロピーの一ノ瀬ルポでした。また来週。誰だって魂からがら痛みとラグラーをくらったったらた。だのになぜだろう今も月月月派手な尻尾を引きずりゆくザッ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 ザムザ。現実はもういいなんて言うなよザムザ。オーイェイ月月月月ザッ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 ザムザ月月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 
ごめんね、ちっとも上手に生きてあげられなくてと伝えて、否定形の笑顔でも欲しくて、人間様なりきってる亡霊、自分の弱音に相槌ばかりだった。当然あなたとまともに喧嘩もできなかった。冗談じゃない、夢を食べないで、こじゃれた絶望を歌ったったったらった。どうしようもない慣れの果てでも、いつか愛しい歌になる。さっ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 ざんざねえ、1,2,3で飛んで、ザッザッザッザザムザ、一切合切蹴飛ばして、ザッザッザッザザムザ、後書きで触れられもしない日々、ここで逃げ出したら本当にそうなりそうだ。誰だって魂からから痛みとラグラを食らったったらった。だのになぜだろう、今も月月月ってリンゴをかじるようにザッザッザンザ。どうしようもない慣れの果てでも、ここにいるシャガの花に毒されても、光は一時の方角にある。今は尻尾を引きずりゆけ、ザッ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 ザンザ。だから現実はもういいなんて言うなよザムザ。 OK 月月